さんこんにちは。7月26日水曜日、7110マーケットトゥデイをお送りします。本日は内証証券投資調査部大部が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。では資料をご覧ください。まずは本日の終値です。日経平均株価は 32,668 円、14円安と小幅安となりました。そしてトピックスの終値は 2283.09 ポイント、 2.29 ポイント安となっています。ではこちら日経平均株価の冷やしチャートをご覧ください。昨年の10月から作成しております。グラフの中に入っている数値は終値を使っておりますので、ローソク足の高値安値とは多少ずれがあることをご承知ください。まず5月以降日経平均株価は上昇傾向となり、そして6月の中旬で上昇が一服しました。その後6月の16日、7月3日でダブルトップを形成し、現在は25日線が上値の抵抗となっている状況です。これから先この調整一巡から、ここが本当に天井になるのか、それともここの抵抗を抜けていくのかというポイントになってきているかと思います。ただ4月以前に比べると水準自体は上に上がっておりますので、長期の上昇トレンドの中にあるということは変わらないと思われます。ではトピックスの冷やしチャートです。こちらも数値は終値が入っております。トピックスにつきましても5月からの上昇が6月7月でダブルトップとなり、足元はこの25日移動平均にを少し抜けているものの伸び悩みという平均線に絡んで動きとなっています。当面はこの7月の高値安値の水準のレンジが、まあ、大体落ち着きどころになるのかなというふうに考えられるところだと思います。そしてニューヨークダウの冷やしチャートになります。ニューヨークダウは昨年の11月以降 34,600 ドルをほぼ上値に持ち合いが続いていました。ただ足元はこのレンジから上抜けており、これから先この勢いが持続していくのか、そういったポイントに来ていると思われます。目先のポイントとしましては、昨年22年の高値である1月4日の36,799 ドルということになろうかと思います。ではドル円の冷やしチャートです。23年は年初からほぼ円安傾向となっております。3月と6月2度円高方向に調整している場面がありますけれども、こちらは日銀総裁の交代に伴う政策修正の思惑が強まった時期、また6月は7月の日銀の会合で金融政策の修正があるのではないかという見込みが一時強まったことから円高方向に修正が入りました。ただ3月時点は200日移動平均が抵抗、そして足元では200日移動平均がサポートとなり、一つの転換の目安になっているというふうに考えられます。現状はサポートされている状況ですので、円安方向に傾斜していると考えられますけれども、アメリカの FOMC は現地の26日、日本時間では明日の未明に金融政策の発表、そして日本時間の27日の夜には ECB の結果発表、そして日銀は28日の正確な結果発表の時間は決まっていませんが、だいたいお昼ぐらいに発表となりますので、今週の後半木金につきましては為替市場が非常に大きく動く可能性があることに注意しておきたいと思います。特に28日の前場については日銀の発表待ちで神経質な動きが見込まれます。では日米の主要株価指数の推移となります。年初来の騰落率で最も上昇しているのがナスダック総合指数、 AI 関連の上昇もの株価の堅調もあり、ハイテク関連が多いナスダックが上昇しています。また SP500 は
それに遅れていますが順調に上値を伸ばしています。ニューヨークダウは他の指数に比べて遅れておりましたが足元で上昇に転じてきています。一方で5月から6月にかけて非常に堅調であった日経平均トピックスについては足元で調整からやや持ち合いという形になっています。ですので一時期日本株に資金が集中していたところからやはりアメリカなどの市場に資金が戻っているという流れも想定できるかと思います。そして6月から6月末から7月の東証33業種の騰落率になります。この間トピックスはおおむね横ばいで 0.1% のマイナス。そして上昇しているのは工業、海運、鉄鋼といった比較的景気敏感的なものが上昇しています。一方で医薬品、精密機器、保険などが下落という形になっております。この上昇率上位産業種と下位の産業種の推移を4月以降の流れで見てみたのがこちらになります。トピックスについては6月の高値から持ち合い気味ですが工業、海運、鉄鋼につきましては7月以降上昇傾向が強まっています。特に工業につきましては足元で原油価格が反発してきておりますのでその影響を受けて上昇しています。鉄鋼につきましては決算発表を受けた上昇傾向です。そして医薬品につきましては6月の高値までを牽引しておりましたがその後大幅な調整が入っている形です。ではこれから先年後半の相場を考えていく上でまず世界全体の経済の見通しを確認してみます。まずこちらは IMF がちょうど25日に発表した世界経済成長の予想になります。 GDP の成長見通しはグレーが22年の実績そしてオレンジの部分が23年で左側が1月時点4月時点そして一番右がの濃い色が7月の最新の予想という形になります。そして緑で24年も同様です。23年の経済成長見通しについては4月時点に比べて7月にかけて上方修正となっています。そして24年につきましてはこの23年の伸び率が高くなって発射台が少し上がったという影響もありますがやや停滞を見込む状況です。特に米国の経済成長の見通しが上方修正される一方でこの中国の経済成長は来年も停滞という見通しが維持されています。状況としましてはインフレが続いておりインフレに対処するための中央銀行の金利の引き上げが経済活動の重しになっているという状況ですが中銀の動きとしてはそろそろ利上げの打ち止めもしくはあまり経済が停滞するようですと利下げに転じるのではないかという見通しが固まってくるであろうということを考えると特にこの利上げによって成長が抑えられている先進国についてはこれから先金融政策の変更によって来年の見通しが改善されてくるという面も出てくるかと思います。そして足元につきましては今後の予定ですけれども今週後半の FOMC、ECB、そして日銀の政策決定会合そして次回はともに9月ですので8月は中銀の会合がなくそしてちょうど夏休みのシーズンでもありますので市場が夏休みモードになりがちです。そしてこの中銀の政策発表が終わった後日本では4、6月期決算のピークを発表が集中してきます。ですので8月の前半にかけて非常に決算発表を受けての個別銘柄の大きな動きが出てくる一方で全体としての方向感はちょっと定まりにくいかもしれないそんな状況になってくると思います。そして今年ジャクソンホールの会議は8月の24から26日で予定されておりますのでそこまでは少々
方向感をつかみにくい展開が続くというふうに考えております。では本日はこれで終わります。ありがとうございました。